忘れてますよ全部忘れてます、はい、皆さんあのこう見たらトメが自分でプッて吹いてますいやだからあのだからあの時の若々しい声と今の声ちょっとやっぱち、あれじゃ違うじゃないですか、こういうこととかね、まあ、やっぱり若々しいなっていうのとか、たどたどしいなとかですね、うん、今が上手くなったとは思いませんが、うん、そのあの頃本当にあのまっすぐ歩けなかったぐらいなんですよ、うん、まだ、うん、あのカメラがまっすぐ向こうにあってちゃんと歩いてくれって言われてもなんかヨタヨタするような、うん、もちろんだからセリフもあの精一杯の表現しかできなくて、それもレベルがもっと低くてですね、うん、そんな時でしたから、ただその試写会をご覧になって、はい、結構その拍手とか起きるわけですよね。そうですね、うん、涙ぐんだりするシーンをじゃあ見てたんですね、 こっそりと後ろから。あの観客席の中に入ってみましたので。あ、そうですか、うん、それを見てやっぱり、いい仕事だなと思いますでしょうね。そうですね、うん、これは現実にはそのこういうふうにお客さんが目の前にいてっていう仕事じゃないですから、舞台とはまた違ってね。そうですね、映像の世界ですから、うん、ですからこう生でその感じられたっていうのが大きかったんでしょうね、うん、あ、そしてですね、20代にこんなに映画に出演されております。ボードにしてみました。あの赤枠がですね、桃江さんとの共演作品、はい、はい、伊豆の踊り子から始まりまして、これも話題になった潮騒でしょ、うん、赤に初青い山脈、はい、日の当たる坂道絶唱、もう文芸作品ばかり、うん、あいつと私、風立ちぬ真剣章、見てください。そして松本清張作品の霧の旗にも桃江さんと出演されましたね。姿三四郎にもなりました。残暑を振り向けば愛、はい、清張の一文って言うんですけどね、炎の前、炎の前、ホワイトラブで、昭和55年1980年に結婚副題かと思いましたよ突然結婚っていうのが貼ってありますよ、なんかすごいですね、全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 作、そうですね、共演作品が、はい、あのレンタルビデオさんで自分たちのこう作品で2人で見たりなんかすることはないです？ないですね。ないですか。でもご夫婦の作品がこんなにあるなんて、うん、だからそのなんて言うんでしょう、いつになったらこう自分たちで見たいね、見てみようかっていうふうになるのかなと思ってるんですが、はい、うーん、19年経っても未だにまだそれにはならないないですか、ね、はい、でこんなにたくさん出演されているガテラですね、